は私中島がアテレコに挑戦していきたいと思います。オリスト YouTube。 さあ入ってきました加藤亮君。すごい格好ね。どういう格好？自前？これ買ったと？どっちにしてもすごいけども、何の動画ですかこれは。前回僕アテレコしてもらったのはね、料理を作ってる動画ってことで、わりかしやりやすかったんじゃないですか。今から何作ります、何使いますとかね。今ユッティさん、何今の、ユッティさんって絶対リスペクト的なことなの、まあ、銀色のそのアイドル的な服装ではないですけど、ちょっとまた違ったアイドルっぽい格好をねして入ってきましたけどね。歌唱王っていう企画に私参加した時に、りょうくんその時参加してなかったんですけど、俺は R1 出ますとか言ってね、結局出てないですけど、多分それの練習をしてるんですかね。うん、多分これじゃ1回戦通らないと思いますけどね。うん、笑顔が素敵ですよね。そう、笑顔はね、僕は表現力ね、表現力は彼素晴らしいんですよ。そう、表現力だけで生きてる歌唱力17点の男っていうチャンネルで彼頑張ってますんでね、ぜひそっちもチェックしていただきたいと思います。みんなにエールを送って、さあ行きましょうということで、もう一回ダンス再開という感じですよね。おうち時間なんで運動するのはいいことですよね。これ韓国の方がやってる動画見たことありますよ。男性と女性で一緒に踊って、ユッティさんね、ちっちゃいことは気にするな。ちっちゃいことは気にするのですけど、あなたもうちょっと大きいことも気にしてほしいなと思いますけどね。時間提出ですね。よろしくお願いしますね。そう、おうち時間なんで運動しなきゃってことで、彼もね走ってますよって YouTube ラジオでも言ってましたけども、思いっきり膝怪我しましたっていうのがね、完治しましたっていう報告を受けてよかったなと思ってるんですけど、よければこの動画の中でもう一回ね足グキとか言ってもらったらね、動画的には楽しいですけどね。りょうくんだから言いますけどね、ドヤ顔ね、ユッティさんね、そのユッティさんの瞬間にお母さん入ってきてくれんかな、お母さん入ってきてあんた何ショットねって言ってくれんかな、もうお母さんじゃなくてもいい、もう猫とかでもいい、なんかちょっとね気まずい空気をね味わわせてあげたいなと思いますけど、でもありましたよね、思春期にこう家族が部屋に入ってきて、まあ別に何かしてるわけじゃないですけど、なんで急に入ってくるぞっていうね時ありましたけどね、もうこれはなんで急に入ってくるとに、かつ勢いであんた何ショットねっていう言葉がね絶対出ると思いますが、これお隣さんの了承得てんのかな、何時にしよるとこれ、これやっていいの、多分昼間のねお隣さんが確実に仕事とかで出ていないときよ、まあ、隣だけじゃなくて上下も確認してほしいね、マンションやったらね、戸建てとかでお昼とかよこれ許されるのね。だってさ、その表現力にしてもさ、そのダンスにしてもお隣さんにはわからんわけ、わからん方がいいのかな、わからん方がいいね、楽しい音楽を聴いてちょっと足音が気になるかなぐらいがいいよね。うん、これ本当にこういうダンスなんですかね、そのバッター、スケット外国人みたいな、そして私はレシーブ腕曲がってコーチから送られてますよみたいな、何ちょっと待ってサスペンダーちょっと待って、いや待ってってあなたしかいないですけど、うん、ね、こういうのは何本当にあるの、それともあなたオリジナルの演出ですか、ね、僕はずっと待ってたよこの動画がダウンロードできる時間を、ずっと。でもダウンロードした後この動画書いて今まさに思ってますけどね、始まったね、また笑顔でね、笑顔いいですよね、彼の笑顔は素敵だと思います。だいたいね2人で活動する期間も多いですし、もともと多かったんですけど、おのずとね、これはこうどっちを選んでくださいってことは一切言ってないんですけど、加藤亮派っていう方が多いんですよね。悲しいのでね、嘘でもね中島派50にしてほしいですよね。はい、うん、でもね笑顔がやっぱ素敵なんですよ、僕にない笑顔っていうかね、僕にない底抜けの明るさ。でも彼もやっぱりいろいろ悩むこともあって、練習で歌ってる途中でね号泣しだすっていう時期もありましたけども、今は楽しくね笑顔でやれてるんでよかったなと思います。ちょっと人見知りなんですけどね、でもそこは仲良くしてもらいたいなと思いますね。この動画あとどんぐらいあるか、ちなみにあと2分ぐらいあると、あと2分、表現力ね、表現力で生きてますから彼はね、表現力と歌唱力で生きてますからね。ただ歌唱力は彼曰く17点らしいですけどね、それよりもっと高いよ、もっと低いよっていう評価もね、ぜひ皆さんしてあげてほしいなと思いますが、あと1分半ぐらいこの動画あるってことで、でも6分踊り続けるっていうのはね素晴らしいですよね。なかなかきついですよ、みんなもやろうぜみたいな、絶対やらないよ、絶対やらない、いややるよ、この動画のダンスはやるけど、なんかあなた見てるとちょっとやりたくなくなってきたかなって思いますけどね。うん、出た出た、助っ人外国人ね、右バッターです、これで左バッターバルですかな、梅ちゃんが大好きなバルです、大英時代ね2番バッターでレフトとかも持ってたバルですよね。
いやその表現で腕ピシューじゃなくなったね。腕ピシューじゃ疲れてきた的な、それともそういった表現わかりませんけども、皆さんもねこの動画見て運動したくなったなとか逆にする気なくなったなっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。加藤力本当素敵な人なんでね、ちょっとそのドヤ顔は嫌でしたけども、ぜひ応援してあげてほしいなと。そしてグループオリストもね応援していただきたいなと思いますね。そうこの笑顔、今りょうくんが笑顔ですけども、こんなぐらい素敵な笑顔をねお届けできるように、そして笑顔になってもらえるようなそんな音楽動画お届けしていきたいなと思いますね。このアテレコ、結局この6分間僕何喋ったかよく覚えてないですけども、あとはマルチサポーターの梅野くんの紙編集でなんとかしていただきたいなと思います。皆さんおうち時間素敵に過ごしていただいて、もしこれを自分もやってみようって方はぜひ動画送ってくださいね。あとお隣さん、前の人、上の人、ぜひ許可取ってからやってもらった方がいいかなと思いますのでね、皆さんそこだけ注意してくださいね。靴下下がっとったとかね、言っとくけど靴下映ってないけどね、この動画ね。イエイイエイ、靴下直して嬉しいのか分かんないですけど、あるその踊り、その踊りあった、原曲元の動画見てないけどちょっと突っ込みにくいわ。本当にあったとしたらすいません。オリジナルとしたら何やってんだって話ですけども、もう疲れてきたのかな。うん、オリジナリティ加えたくなったのか、ちょっと工藤静香さんみたいなって言いましたけど、はい、ありがとうございます。最後綺麗なレースするのね。せーの、本によかよかまた今度それオリスと YouTube。 はい、 See you。 え？です。また見てねー。